いやお疲れさんでした。お疲れさんでした。勝者ということでね。まあハードアリーナね。え、ハードアリーナ楽しかったんで。まあまあ、まあ、この後は一杯ね。そうだね。先生、もう今日はいいよいいよ。あとデスクが来るだけですね。それがさ、はい。聞いてないの？いや、わかんないです。聞いてない。あ、じゃあ隣に映ったんだ。はい。なんかさ、はい、親戚のおじさんが、はい、帰宅だとか言って逃げるようにして帰ってったの。絶対嘘だよ。逃げるように帰ってった。逃げてる。マジっすか。タッキーあとよろしくでしょ。間違いないですね。もう分かりやすいよね。あ、もういいよ今日。どうしたの？俺今日。お。大好きなさ。来ましたねー。世界の山ちゃんでさ。うわー。ちょっとやってさ。最後のやつだ。そうだよ。うわー。俺ちょっとやってさ。上がろうよ。いいっすね。ね。どうせ。いいよいいよいいよ。ごちそうさま。もう美味しいからさ。やったねー。タッキー。行こうよ、行こう、シノコ飲んでやるからね。シノコ飲んでやる。おこの時か、あのね、今日手羽先以外食べちゃダメだ。マジっすか。で、ビールは一人2杯まで。そんなケチなこと言わない。当たり前だろ。あ、もうこっちだぞ。いやー、来た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 、これだよ。これだよ。だってやっぱり、デスクが天ぷらしてるんで、自分の分は自分で出しますよ。いやいや、約束で約束だからさ、ハードアリーナで負けたらね、ゴミ袋は出すっていう話だったの。シナプル飲んでやるから。そう言われるとムカつくわ。まあまあ、でもみんなもうやっちゃおうよ。そうです ね。それでは皆さんご一緒にビールで乾杯。いただきます。いただきます。戦いの後の来るよね、染みるよね、染みる、うまいわ。デスクが良かったのね。いいんだよ。もう忘れます。せこいから。そうか、そうか、忘れました。そう、忘れよ。ふう、おかわり早っ。もう飲んでから言えよ、まず。行こうか。これからね、どん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 これ進んじゃうから。まあね、じゃあ、うん、頼ませていただきます。行こう行こう行こう、はい、結構汗かいたかもね、あれね。かきました。今日終わるじゃん。ね、あの格好で良かったよね。あ、そうそうそう。防寒なんかしてたら大変だよね。汗だくだくです。あれね。いや、マジ楽しかったわ。動きやすいじゃん。そう。モジさんの一回見てみたいね。見てみたい。大会出てる。3対1で戦っても勝てないんじゃない。勝てないだろうね。また今度 U 字工事でちょっと組んでみようか。U 字工事。ごめんね、ごめんね。うるせえ。怒られるか。そうだ。うるせえわ。一応カットでお願いします。久しぶりですよ。いや、本当何年ぶりです。そうだよね、はい、全然行ってないもんね。行ってないですね。失礼します。ビールです。ちょっと2回目の乾杯ということで。やるの、またやるの。やりましょう。やるの、ね、手羽先食いまでしょ。それでは皆さんご一緒にビールで乾杯。2回目。2回目です。2回目。このビール駅伝ってなってきました。大丈夫、いいんじゃない、いいんじゃない。短期大丈夫。今日大丈夫。仕事は飲んでやるっつってもね、飲めないからさ。意外と飲めないからさ。今日もまたあの短期のこのえっていう顔になるまで手羽先食わしてあげるよ。やったー。どうやった、ね、やんないですよ。こないだもなってたね。ソウルストリーミング。ソウルストリーミングで全然記憶にないです。あー、記憶ない。どこから出てるか分からない。イオン。おお、おいしい。ちょっと最近ファンキーを応援するコメントがちょいちょい入り始めてますね。え、昔からですよ。どこに入ってんだろう。前からずっとじゃん。ファンキーの言うファンキーの応援でってどこに入ってんの。いや、俺見たことないな、あんまり。なんか逆にね、目立っちゃってるのかな、この批判的なメールの方が。批判的っていうわけじゃないんだけど、ファンキーに批判なんか来てない。いや、批判来てますよ。すごい飛ばしてんだね、そういうの。来てないじゃん。嵐さんの嵐から大変だよ、もう一気に返すミラクルしか書いてない。返してねえじゃん。ラッキーとかラッキーとかしか返してないじゃん。いや、それで通じるからさ。ね、ファンキーはない、フォロワーに今日ファンキーはないないんだみたいなの入って、ちょっと寂しいんだよ。ちょっと楽。みんなもうファンキー中毒だよ。ファンキー中毒。いっぱいいんだよ、世界に。ワールドワイドだから。金の盾が。
本当に与えてくれるんでしょう。届くんじゃない。いやいやいや、まず、全然まず再生回数がいってないからね。って言って、でいつこうなる。そうそう、早くしないと3ヶ月経っちゃう。足で負け。足でやっぱりね、やっぱり我々がいけないんだね。重りがすごい。あ、なかなか飛べない。飛べない。重くて。とりあえずいいよ、今日飲めよ。いやいや、俺の金だ。俺が出すんだ。俺が言うことだよ。やったらね。そうそうそう。まあいいや、飲めよってどういうこと。パート行こうよ。パート行こうよ。来てるよ。俺が言うことだ。あ、消えてんの。1点差だから、ね。大して飲めないくせにこれ言うんだよな。今日1点差ですから、ね。危なかったけどね。浩二さんのレクチャーの中でも何回かやったじゃん。やった。練習した。俺ね、そう、ヒットしてる得点が少ないんだよ、めちゃくちゃ。どういうこと？ヒットした得点が少ない。要は当たってなかった。投げてんだけど、当たってない感じだったね。だってあれ、KO の数と、ど真ん中に当たったら KO。あ、ど真ん中に当たったら KO。ライフが削られたら KO じゃない。4つのライフ。で、違うんじゃない。あ、そう、4つ切られても KO だし、一発でバーンいっても KO になるっていうことで。一発ど真ん中に当たったら一発でいけますって言ってましたよ。あ、そうなんだ。体の真ん中にそう。中心に行ったらね。おー。KO 数がめちゃくちゃ少なかった、お前。あ、で、スイッチ後で、多分今日出てるんですけど、ゆっくり見てないんで、誰が MVP だったかとか、ちょっと。はーい。いや、多分違う、ね、違う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 と思うよ。じゃあ、勝負の時はね、パンキーだった。パンキーだよ。パンキーは MVP。パンキーだよ。MVP だよ。え、マジで？そうなの。え、パンキーだった。パンキーだ。2でしょ。2でしょ。2だった。勝負の時はパンキーだった。あ、そう、うん、だから勝利もね、全部パンキーのおかげだったそう、もうすべてパンキー。7000の川崎コネクションです。あー、来ましたよ、川崎来ましたよ。これですよ、この世界の山ちゃんの手羽先。これね、これね、手羽先の食べ方があるんですよ、これ。あるんですよね。いいですか、まずこれ食べ方、うん、取りますよ、はい、でね、まずこの両端持ってくださいよ、はい、で、ここが関節なんですね、はい、手羽先の、はい、でこれをちょっとグッとひねって取ります。分解する。そうで、はい、まず太い方の身を歯でかぐる。うん、しっかり。わー、綺麗とじゃん。わお、ね、で、こっちの小さい方の身、これも食べるんです。これね、軟骨もうまいから。で、こうすると残るのに何にも。わー、綺麗。わー、綺麗。で、これ最後手についたやつね、舐めちゃう。すごいお行儀悪いですよ、ね。まあでも分かる、これ。うわ、うめえ。で、これで最後の晩餐だ、これ。うわ、決まったね。これもう最高だ。決まっちゃった。持ってパンキーも、あ、ねじって、うん、そうそう、ねじって大きい方かじって引く。うん、あっ、さすが深い。こっちは？そっちはもうかじるの、あの全部。軟骨もあるから、その軟骨も食べちゃうのよ。そう、もう食べれるとかも全部食べちゃうの。で、食べたら、これ指についたやつ、そう、それ舐める。そう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 。最後それで流し込むんだよ。あー！鉄板でしょ。パンキーもどうぞ。うまっ。それで、そう、そこひねる。そうそうそう。で、大きい方の身から食べるんだ。こう。さあ。どうやって。うわー！これを全部一発で抜くんだよ。しかも、この一杯入っちゃってるし。ダメだ。ペンチなんか。あっき上手でしたね。いやー、おかわり5人前到着したよ。しましたね、これ。これならこれ。止まんないでしょ。ペロンチョ全然食えるでしょ、これ。あのね、違うから、次元が違うから。違う、世界の山ちゃん。全然違う、ね、あ、揚げたてじゃない、これ。めっちゃうまそう。うん、うわ、うまうま。いやー、来たよ、手羽先。これ来ました、ね、15人前目だね。もう15人前。あ、だってそんなのペロンチョでしょ。だってペロンチョです。違うんだよ、あのね、こんなの関係ねえよ。もう何人前とか関係ないよね。ちょっと小島よしちゃいましたね。関係ないでしょ。そんなの関係ねえだろ。食えるんだ。食える、食える。食えるんだわ。もうなくなっちゃう。そう。
これが世界の山ちゃんの手羽先なんだよ。世界ですね。信じられるか、これ何個食っても飽きないんだぜ。だって実際そうでしょ、うん、あ、また来たと思わないでしょ。確かに考えたら、いやー来たわ、また食おうやーで、これひねってんだよ、もうその時にはすでに。ああペロンとだわ。だね、ほんと癖になるんだろ、この世界の山ちゃん。これがね、やっぱり世界基準なんだよ、この手羽先が。このスパイシーさといいさ、この食べやすさといい、ビールの進み具合がやばいじゃん。止まんないです、ね、尋常じゃないんだよこれ。見てください、この骨のもういっぱいですよ。これ止まんないね。止まんない、自然に手が伸びちゃう。そう、あーっきあっき、あー何やってんの、どうしたのどうしたのどうしたの、来てる、来た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 、手羽先。いや、何やってんの、な、何が何の、これ来た瞬間に食べないとダメでしょ。ああ止まんないよ、ね、皆さんこれで20万人止まんないね。まだいけるよ。うん、そして見てください、この骨のピラミッド。これは20人前で回収しないんだね、これ。回収しないんだね。あえてこれをね、積み重ねていくのが美学ですよ、山ちゃんと。ちょっと美しい、芸術品だね。うん、いかに積むかだ。食べにくかったらね、こんな進まないんだよね、やっぱりね。うん、これ誤解しないでほしいんですけど、はい、手羽先が大好物なわけじゃないんですよ。どういうこと？山ちゃんのこのスパイシーな手羽先が大好物なんですよ。これね、他の手羽先だったら確かに飽きてるから、うん、これ甘だれだったら飽きるでしょ。でもだって合わねえな、ビールと合うんだもんね、うん、やばい、甘だれは合わねえよ、出ちゃうんですよ、うん、マジで本当にこれね。でしょ、で次行くんでしょ。いいですか、もうしょうがねえよ、払うのは俺だわ。嘘です、払うのは俺だわ。次行きます。おう、いやー来ましたよ、これ25人前分目ですよ。25人前、これで125本とか。そう、あのね、 D ね、これもこれ25人前分ですよ。でもね、これ見てください、ね、これをね、25人前目食べるんですけど、はい、うまそうに見えてきた。 D ね、25人前分食ってうまいと思える食材他にありますか？ないですよね。あの、これが世界の山ちゃんのクオリティなんですよ。何人前食わしてもうまいと思わせるこの手羽先、これが世界の山ちゃんの、ね、これね、この手羽先にかかってる胡椒がね、ただの胡椒じゃないんですよ、これわかります？これね、魔法のパウダーなんですよ。だからこんだけ食をそそられるわけですよ。いやー、確かに1本目とは変わんない、ね、変わんないんだよ。1本目と変わらないクオリティを25人前まで維持し続ける、この山ちゃんのクオリティ、今のところ維持してますよ。でしょ、どこまでいけんだろう。でしょ、だから世界なんだよ。もうだって僕ないもん。進むんでしょ、うめ、でね、この指につくこのスパイスも、ね、これ愛おしい、うまいんだよ。これをね、おしぼりで拭く人はやめダメだよね。指についたところまでが世界の山ちゃんの料理なんだよ、うん、魔法の粉だ。見てください、ついてんすよ、僕指先。これでも舐めるんですよ、めっちゃうめえ。めっちゃうめえ、これで飲めるんだから。舐めたものでね、ビールが飲めるって最高じゃね。最高、ポテトチップじゃビール飲めないでしょ、だって。
ポテトチップだって相当食わないとつかないんだよ。ついても舐めない。舐めないでしょ。何人前いくんだこれ。もうお腹の具合次第ですよこれ。迷ったよね。5人前いくか10人前いくか迷ったよね。手羽先に失礼なんでやっぱり刻んでいこうって話。そう、刻みはあるけど全然いけそうだけど、もしかしたらそう、うん、今この時点で迷ってるぐらいだからヤバくない、うん、パンキー、これバンキーパンキーって言おうとしたけど皆さんね、ぜひ世界の山ちゃん、手羽先何本食えるか、これを、ああ、いいですね。じゃあ、何本食えるかじゃなくて、何本食ったかだと思うんですよ。っていうのは、飽きずにね、そう、飽きずに、だって、余計なメニューはたまらなくていいと思いますよ。もう、手羽先だけでいいと思います。そうですね。ここのお店は。で、それで何人前食べたのかで、結局この店の評価って出ると思うんですよね。だから皆さんね、うん、ぜひ、世界の山ちゃん、週1は最低限ですよね。週2、3で行ってほしい。手羽先とビールでどんだけ食べたか、これがやっぱり焦点だと思うんですよ。ここのお店のね、ぜひね、フォロワーの皆さんで、またね、まだ行ったことない方もね、ストイックに手羽先とビールだけ、これだけでどんだけ食べれるかをストイックにやってみてほしいですよ。そうですね、うん、確かにちょっとね、店舗数が少なくなってるのは気になるんですけど、そういう店じゃないですから。本当に1キロ先に山ちゃんがある、こういう事実をね、みんなで作り上げていきたいです。そうですね、みんな山ちゃん食べたらそうなりますよ。そういうことなんです。そういうことです。コンビニと同じぐらいのレベルでね、山ちゃんあったら、どこの山ちゃんだってそれ売り上げ上がるんだよ。だってこっちの山ちゃんが満員だったらこっちの山ちゃん行けばいいみたいになるでしょ。そうですね、手羽先やっぱり山ちゃん、改めてこれ山ちゃんすげえ、間違いない、半端ねえから。すごい。おお、おお、いやいや、どうぞ、どうぞ、どうぞ。いやいやいや、そう、何言ってんすか。いやいやいや、いや、もう最後だからね。え、いいんすか。うん、どうぞ。いやでもやっぱりアッキー、え、言ってくださいよ。いやいや、パーキー、うん、どうぞ。いやいや、ディーモン、ディーモン、どうぞどうぞ、どうぞ。え、いいんすか。じゃあ最後の25人前の1本、はい、みんなが手出てたからね、それぐらいやっぱうまいんだ、ね、いいっすか。じゃあもちろんです。もうちぎっちゃいましたよ。じゃあいただきます。あのね、なんだよ、我々ね、わかる。いやー、我々ね、わかるわかる、はい、これ25人前食ってきたんですよ。でもね、はい、最後の1本もね、取り合いなの。やっぱり世界の山ちゃんだよ。正解だ。わあ、これ海外進出してんのかな、この世界の山ちゃん。どうなんですかね。もっとね、僕の地元にないし、来てほしい。栃木は無理だよ。え？栃木は無理だよ。なんで？世界の山ちゃんだって栃木に出してメリットないもん。そういうことでしょ。そういうこと言わないでください。だって名古屋発祥だから。確かに確かにね。東京で成功してからの初めてだよ。意味がないな、栃木に出したって、宇都宮に出したって。本当にね、ケンタッキーを超えるのは僕山ちゃんだけだと思ってるんですよ。 KFC をもうすでに俺超えてると思うよ。マジっす。だって KFC って2、3本食ったら飽きない。確かにプラップすぎるんだよ。富山 FC 脂っぽすぎる。あー、もうそれ聞いたらもうげんなりだわ。あのね、小山 FC だったらきついね。厳しいわ。厳しい。比べてね。そう。でもね、25人前でもペロリなんですよ。見てください、これ。今日我々この手羽先しか頼んでないんですよ。それでもう満足でしょ。満足。ケンタッキー25人前って考えただけで飽きそうじゃない？どう、パンキー？無理だよね。なるでしょ。あのパンキーのなんだよ。ってそれなるでしょ。知らない、知らない。っていうのはあれね。やったー。ちょっともう一回。
さっきこういう顔してたよね、だって。でも出てこないから、ね、そうそう。出てこない。出ないんだけど、でもパンキーにないから。記憶にないんだ。終わってるわ。パンキーはパンキーはパンキーだよパンキーだよーぜひね、この世界の山ちゃん、ご紹介できたことが僕は本当に嬉しいですよ。最高です。最高っす。まあ、そういうことでね、最後、世界の山ちゃんで乾杯でいきましょう。それでは皆さん、ご一緒に、世界の山ちゃんに乾杯！